チベット料理は、チベット高原を中心に、ネパール、インド北部、ブータンなど、チベット系住民が多く住む、周辺国、地域で食べられている料理である。地理的に高知のため、もともと食材が豊富な方ではなく、料理の種類や味付けも豊富ではない。野菜や果物なども使われるが、種類は限られる。肉は、チベットに多く生息する薬や羊。 ヤギなどの肉が多く食べられている。生乳、バター、チーズなどの乳製品もよく食べられる。チベット仏教徒である、チベット人が食べる食事は、全州の精進料理のような金訓食ではない。チベット料理に用いられる動物は、玉ひずめ類に限り、馬、ロバ犬や、毛爪のある鳥などの鳥類は食べない。また、水中にいる魚類、甲殻類、貝類、 両生類なども食べない。ただし、近年、若い、チベット人の中には、中国料理としての鶏、アヒル、エビなどの料理を食べるものもいる。町民には、塩や河北山椒がよく用いられる。ザンパ、シャパレトゥクパ、三永長敏郎、塩麦について語歴史文化、科学、利用、フェイジャーナル第百十六巻第一号、日本食品科学研究振興財団、 2011年1月65ページ。三永長郎、塩麦についてご歴史、文化、科学、利用、フェイジャーナル第216巻第1号、日本食品科学研究振興財団、2011年1月64ページ。ありがとうございます。